ジュビロの天皇杯本田戦です。かつて J リーグができる前、天竜川決戦で沸かせたジュビロと本田の対戦となった天皇杯2回戦。後半14分、ジュビロは針ヶ谷のクロスに反応した斉藤がシュート。そのこぼれ球を松本が押し込んで先制します。一方本田は27分、原田が PK を獲得。セレッソでも活躍した本田、古橋が落ち着いて決めて同点に追いつきます。試合は延長へ。ジュビロは移籍後初のスタメンとなった三浦が本田のシュートを鋭い反応で防ぎます。これに応えようと延長後半12分、大南の裏へのパスから川又がキーパーの動きを読んだ技ありの変更。いやでもコントロールしている瞬間にキーパーの位置見えてたんで、まあ、非常に冷静でしたよね。変ゴール決まりました。さて粘る本田は延長終了間際、こぼれ球を去年高校選手権で活躍したルーキーの遠野が決めて追いつきます。天竜川決戦は PK 戦にもつれ込みます。3人目アダイウトン、4人目松浦が本田ゴールキーパー清水谷に止められて後がないジュビロ。ここで再びゴールキーパー三浦が見せます。本田5人目の栗本をピッチセーブ。サドンデスの8人目までもつれ込んだ PK 戦、先攻の本田、富田、ゴールキーパー三浦がこの日4回目となる PK ストップ。一方ジュビロは大南が決めて25年ぶりの熱い天竜川決戦に決着をつけました。まず気持ちで絶対止めてやろうというふうに思ってました。自分が求めてたものっていうか、すごい痺れるものがありましたし、まあ、これを次につなげてリーグ戦と出れるようにもう一回準備していきたいですね。いやでも本当に今日龍気が良かった、一番良かった、一番っていうかまあ努力が多分あの4本止めたやつになってるから、過去がです。龍気ありがとうこのコメントいきますいやでもね、あのジュビロ苦戦しましたけれども、はい、あの本田は非常にいい内容のゲームしてたんですよ。本当に素晴らしかったと思いますよ。あと明後日ケンゴールに近いということにしましょう。ケンゴール。さあ続いては